4番のプレイヤーは発言してください。うんと進行論か。まあ基本的には潜伏推奨なのでいろんな盤面が出てくると思います。でそれに対してやっぱりあのー、なんていうんだろうなまあ人間はまあスムラス化してもいいのかなと思ってるけど村人陣営はまああのー、役職スカしたりとかっていうのは絶対にあのキングだと思っている。 で、いろんな場面考察が出てくることから、やっぱりいろんな可能性、しっかり理由つけて言ってほしいかなと思っている。まあ正直考えが変わっても、二点三点しても、正直しょうがないのかなと思っている。いろんな可能性を追わなきゃいけないことから。だからその可能性を追ったら、えー、と意見を変えたら、それに対してしっかり理由を言ってほしいかなと自分は思っている。 っていうところが自分の進行論ですかね。いろんな可能性自分もしっかり追っていきたいと思ってます。思考ロックは極力しないようにはしています。二種目ツリーち上げますね。以上です。五番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。うん。まあ四馬さんに対しての印象は割と良かったですかね。うん。移動中は絶対しないんだけど進行論しか話してないからあんまり人道っぽくないなって思った。うん。 これが俺のしん、うん、印象論、うん。で、どうなんだろうね。うん、とりあえず、まあ潜伏推奨なんで、まあ占い師が何人出てくるかによるよね。盤面。うん、固まってからじゃないと何とも言えないかなってところ。うん、で、俺の位置もそうだし、まあ4、番さ3なんて特にそうだけど、発言が後半の方は、うん、ちゃんとツリー茶開けてほしいかな。そうしないと、 ねえ結局全員が移動しないっていう発言だと俺ら何話していいか全く分かんないし裏返しにしようの場合グレー釣りになるんだけどグレー全員で殴り合いみたいななっちゃうからね6番のプレイヤーは発言してください,ださい今現状 5, <coughs>、うん、5番さん怪しいと思ってますなんでかっていうとまあ初手の4番さんの位置の いろんな可能性を追っていきたいってことだと思うんですよね、4番さんって。あの、4番さん印象よくて、絶対色落ちはないんだけど、人狼っぽくないっていうのは、なんか、結構、あの4番さんのねあの、一番初手の発言って、あの人狼っぽくないって っていうのは、よく4万さんの発言聞いて、あ、この人全然人狼っぽくないなっていう要素全くなかったんですよ。それを、人狼っぽくないっていうのはどうなんでしょう。しかも絶対色落ちないって絶対って言ってるのに、人狼っぽくないっていうのはちょっとなって思ったんですけど。うん。怪しい。小判さん怪しい。 もう一回言います5番さん怪しい7番のプレイヤーは発言してください,ださいはいおはようございます村人陣営でした <laughs> うん、そうですね6番さんがそこまで5怪しい5怪しいっていうことの方が私はどちらかというと怪しいかなっていうふうに普通に思いましたねうんまあ なんていうんですかね、4より5の方がちょっと引っかかるぐらいの程度でもいいのかなっていうようなところはありましたけど、私目線っていうのは4、5どちらも進行論を述べてるに過ぎないんで、うん、そこまで色落ちないかなっていうのが本音ですね。まあ6番3視点5番3が引っかかったのって引っかかったぐらいでいいのかなと思うんですけど、結構必要以上に怪しい怪しい怪しいって言ってる方が私は怪しく感じましたね。うん。4、5については正直2周目だと思ってます。 で現状6が5への殴りがちょっと不当かなやりすぎかなっていう感じで6は怪しんでますねえー、以上です <laughs> 8番のプレイヤーは発言してください <laughs> えっと4番さんから7番さんにおいてえっ、ー、と強靭アピールにつながるような発言は感じられなかったですねえっ、ー、と霊能のカリウドも狩人もえっ、ー、と潜伏水晶っていう ことなんで、えー、狼って占われたくなくって強人アピールあの役職のそういうアピール強人っぽく振る舞うこともあると思うんで噛まれたくなくてうんなんでうんみんなそういう感じのムーブをしているところはなかったですね。えー、まあ 1一つあるとすれば6番さんが5番さんを、うん必要に叩いてたのはなんか <laughs> うんちょっとそういう目もある言動だったかなっていう印象ですね。まあ、そこを7番さんが素直に叩いたのが目、うん、目なななののかかかは分かんないです4番さんに関してはまあ発言の明瞭さがすごい印象は良かったです。 5番さんまあ6番さんはさっき言ったように、うん、ちょっと5番さんを叩いて村の様子を見ているという印象ですね。うん、それが黒か白かっていうのは僕は分かんないですけど特段黒くはないと思ってます。7番さんは素直に6番さんのそういうムーを怪しいと言ったという感想,感想です。 9番のプレイヤーは発言してください。お願いします。村人陣営です。そうですね。8番さんに関してはまあ、順番に触れていくんだけど、なんかふわふわしてるなっていう感じ。結構狼あるのかな？って思ったかな。うんっていうのもなんかもう場面の整理しかしてないような感じだとお思えたからなら8番さん結構黒いかなと思った。色付けもなかったし、ね、で、67番さんに関してはえー、っとね。俺6番さん白いと思ったね。確かに過剰に。 6番さん反応はしてたけど、俺は叩き方はまっとうだと思った。だから6番さん最白で、そこを怪しく見た。まあ確かに叩き方が多かったっていうのはわかるけど、まあ、そこを怪しく見た7番さんが若干もう黒いかなと思う。だから7八が今のところ黒いかなと思っている。で、5番さんに関しては色落ちていない。うん、ただ言ってることは、うんとね、4番さんのこと、うん、色はつかないして,ってのに、 オオカミはないかなって、だいたい色ついてるんじゃないかなと思うけど、白目なのかなっていう発言はできると思うけど、ちょっと矛盾があったかなと思う。5番さんに関しては。だからそこ本当に6番さんが指摘したら、俺マットだと思ったよ。だから6番は白いと思っている。で、4番さんも色落ちしてない。で、4五に比べたら5方が印象悪いですね。うん、言ってることは意味わかんなかったからって感じ。で、えっ、ー、と、最初の6番さんを叩いた7番さんがちょっと黒いけど、さらに黒いのが8番さん。ふわつきすぎ。 うん、場面の整理しか僕は感じられませんでした。だから今のところ7、8でどちらかといったら8の方が黒いかなって感じ。最初は6以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。えっ、ー、と、役職が潜伏しているので、結構釣り先をもうこの時点からはっきり言ってほしいですね。うん、絞ってほしい。そういう意味では9番さんすごく印象が良かったです。7、8が黒いとはっきりおっしゃっていた。 うん、9番さん最初だと思います。4番さんから触れていくと、4番さん考えが2点3点してもいいと言ったはずにありましたね。あれは結構印象良かったです。印象良かったというか、私白いと思った。2点3点してもいいとは、いいっていうのは、自分を疑ってもいいっていう風に聞こえるんですよ、うん。自分を踏み台にしてもいいみたいな感じでね、うん。結構4番さん白いかなと思いました。5番さんみたいに色落ちしないとは思わなかった。うん、で、なので、 えー、そこをやや、うん、色落ちがないといった発言に留めた5番さんを叩いた6番さんは結構印象良かったです。印象良かった。9が最白時点で6番さん印象良い,い。4番さんもかなり進行論良かったので白い。そうす5、7、8なんですが、8番さんはやっぱりふわふわしてると思いましたね。9番さんもおっしゃる通り。8番3編成は4番さんが印象良いということ言ったことなんですが、結局、うん、狂いムーブが見つからない。 うん白とも黒とも取れるならさんはみたいな感じで,で。8番さんサイクルかなと思ってます。時点で5、7。今のところ、もうはっきり言っときますね。このまま、例えばこの週で終わるなら私は8番さんに投票してます。は,い、はっきり言っときますね。役職ケアのためにも、はい。そんな感じです。じゃあ2番さんどうぞ。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、自分占い師です。ランダム白は8番さん、8番さんが白でした。 うーんこの8番を釣りをした1番さんすごく怪しいと思ってる。俺は9番さんも怪しいと思った。えー、9番さんに狼マークを速攻でつけましたね。8番さん怪しんでたんで。けどね、そこに便乗した1番さんの方がかなり怪しいかな。うんだからちょっと、これもう俺確定したら19人狼かなりあると思ってる。 えまず4番さんに関しては最初の発言ですごく印象が良かったかな。すごく白いと思った。で、5番さんはそこを4番さんを白く言ったとこがすごく印象良かったんだよね。だから5番さんに黒塗った俺結構6番さん黒いんじゃないか。それか狂人もあるのかなと思った。えっ、ー、と、白いとこを叩いたとこね。だから狼か狂人あるのかなって思った。一応狼マークをつけた。 えー、7番さんに関しては、その6番さんを黒塗りしたとこはすごく白い。8番さんに関してはね、えー、っとね、白だから、そこを殴ってる91ってもうめちゃくちゃ怪しいんだよね。だからそこに便乗した1番さん釣りたいかなって俺は思ってるかな。196にここに二人牢いると思ってる。まあ確定しちゃうんだよな、多分これ。 えっとね、俺は今日1番さん行きたいかな。8に1番便乗したんで。番。やべえ、ちょっと便乗しそうになった。知ら、はい、ないしです。8番白。<laughs> 僕も8番さんに言ってることちょっと意味がわかんなかったから、ふわふわしてたんで、9番さん1番さんとは、<ー>白は8番さんに刺さってるけど、8番さん強人味が高いと思ってるんで、9番さん1番さんの思考は真っ当だと思ってます。<laughs> 91の考察結構白いと思いましたけどね。 で6番さんの5番さんに対する叩きは結構真っ当だと思いますよ。六番さん、あそこの段階、6番さん、5番さんに結構怪しいっていうか、釣り誘導っていうか、押しかけられたのは結構村勘定だと思いました。あそこに釣り誘導をかけた7番、かなり7番は黒いと思ってます。はい。<laughs> 8教授の今、7狼もしくは4、まあ4号は特に色落ちなしですが、6、9、1には村マークつけてます。2狼軸で僕が考えた場合、2、4、5。 じゃあ、457か。この中にもう一郎いると思ってますよ。はい。4番のプレイヤーは、最終センサーは、2番さんが新目で3番さんが2戦目かなと思っている。えっと、確かに自分は2位さんが8白っていうふうに出すまではか、正直8番さんっていうのは疑い値に出していた。だが、ここで8番がしろで、さらに、9番さんが目線で8を叩くのは、 まあ真っ当かなとは思ってるんだけどそれに丸敏樹の1番さんっていうのは確かに2番さんの視点とかなり自分は合致がしている。でただ3番さんの偽要素として5番さんっていうのは自分に村要素というか白要素拾った狼目はないと思ったけどそれだけでっていうことでしょ5番さんの。 そのの発言っていうのはだからそれに対して6番さんがまあ若干怪しむでしかもそれをえっとかなり怪しいかなり怪しいとヘイトを向けてきてるのは正直6番さんのムーブってのは何なんだろうと思っていたところに7番さんが6番さんそれはあの殴りすぎじゃないっていうふうに言ってたから7番さん白いなと思っていたでそれに対して9番さんが8番をっていうところ でまあ、9番さんは2周目の位置なのかな8番さんが隠しろとなった今9番さん目線どこが怪しいのかっていうところでどういうふうにラインが見えてくるのかなと思っている1周目の発言だと6957でラインが見えていたが1番が丸便乗だから自分も釣り位置は1番でいいのかなと思っているけど、うん、56569の発言によっては1時点でっていうふうに考えていかなきゃいけないかなとは思っているかな っていうところですかね。今のところ2番さんが若干新っぽいかなと思ってます。自分の目線とグレー位置がかなり似ているのと、あと白い位置も似ているところから、若干3に攻めで追っているが、ちょっと23の心境なのか、心路なのかっていうのはちょっと正直まだ終えてませんえっ、ー、と3番が8番に各白で打てるところから。5番、のプレイヤーは発言してください。いや、まず4番さんありがとう。本当俺が言いたかった発言、そのまんま言ってくれたんだよね。ああ。 え、移動はしないし、白置きはできないけど、あんまり狼っぽくなかったなっていう印象論って言ってたつもりだったんだけどね、俺。うん。なんで4番さんそんなに白く見えんのみたいな。6番さんに言うけど、そんな俺怪しかったか。うん。そこまで言うってちょっと思っちゃった。正直ね。あんま狼っぽくないなって思ってて。で、目線も本当に一緒。マジで。これ便乗って言われるかもしれないけど、俺も2番さんが死んで、3番のこと狼だと思ってる。 で、1か9どっちかに狼がいると思ってて、俺は今日1に入れる気満々。理由としてはね、俺2番さんと4番さんと違うんだけどさ、1番さんってさ、4番のこと白いって言ってたよね、まず。2点3点する意見は村駄、無駄感情だみたいな。発言したと思うんだよ、1番さんって。だったら俺って結構白く見えない ?1 番さん目線。だって俺も、うん、4番のこと印象論だけど、狼っぽくないなって言ってるんだから。なのに俺を3位置に上げんのって、ちょっと、うん、よく分かんなかった。どういうことって。 うん、だったら目線が一緒だから、うん、共感指導っていうか俺も白く見えてもよくないって思ったけど、うん、一巡目の発言だったらねよく分かんなかった俺次1に上げられた瞬間んって、うん、単純にねで3番が人狼だとこういた時、うん、7に触れすぎだからあんま7は違うかなって思っててなぜか19を指導機してる理由がよく分かんなかった、うん、でめちゃくちゃ狼だと思っちゃってんだけど違うのかなこれ3番さんがね うん、めちゃくちゃ新メトリきた狼で占いの内訳普通に振動だと思ってるでそうすると強人誌どこかって言われると6番3あたりかなっていうのが今の答えうんとりあえず一応発言聞くけど今のグレー考察はこんな感じですかね占い師の整理含めて<ー>以上です番だだ5番さんの反応的には あの結構白いかなと思ってます、2周目のね、反応的には。で、えっと、8番さんが角、えっと、白になる前は、えっと、7、8、どちらかが黒だと思ってました。理由としては、えっと、7番さんは、えっと5が、5が怪しいっていう6、えっと、6が怪しいって言ってたんだけど、理由しっかり述べてたんですよね。その理由に対して触れてなく、あの僕、えっと 5番さんが黒い理由は初手で色落ちのない人に対して狼っぽくないっていうのはあの陶、ー、芸的に結構狼の人が多いんですよねその理由しっかり説明してたんだけど理由には触れずに5が、えー、と5黒いっていう6が怪しいんじゃないかっていう5の表を取りに来たムーブをしたからあ7番さん黒いなって思った色見えてんじゃないのかなって思ったしかも5番さんが2周目で結構叩き返しがえなんでそんな 叩きをしてくるんだろうっていう感じの反応だったから5が白と置いた場合7がかなり黒くなると思ってる。で、えー、と8番さんに関して、えー、と8番さんも黒黒いなと思ってたんですよね白角になるまでは。なんでかっていうと,、えー、と7が,、えーと7がえー、と6六叩いてって、えー、とそれを、えーとね、説明しづらいな。 なんて言ううだろう7が6を叩いてて、えっと、それが6が狼なのか、なのか村なのか分からないっていう紛れる発言してたんですよねそこに紛れてしまえば表は8に絶対集まらないんですよそういう兵と買わない発言ここでしたけど村が殴り合ってた場合ねここまで7番まででだから7が白8が白ってことは7入れます7番 のプレイヤーは発言してください,ださいはい二周目発言します六番普通に黒いなって思いましたね二周目もねで一週目については六番別に私叩いてないんですよ六番が5への叩く理由が結構薄いのにもかかわらず必要以上に叩いてるなっていうような印象を受けましたよっていうのが私の発言なんですよそれに対して九番はいきなり私を黒塗りしてきましたよね <laughs> 結構雑な黒塗りだなっていうので9番は普通に気になりました。ただ8番のふわふわしてた発言を拾ったっていうところは9番はまあいいかなっていうようなところですね。うん6番特に今回占い触れてないっていうのも気になりましたね。えっ、ー、と占い精査、えー、しますね。2、3の部分については私は2の方を新目に見て3の方を2攻めで見てます。<laughs> 理由としては、えー、役職ケアとかせず3番って私を一本ずりしてですよね。 しかも理由が極めて薄いですよね <laughs>。っていうようなところかな。現状ね <laughs>。まあ2周目聞いてまた変わるかもしれませんが、現状2の方新目で、3の方が2戦目で見てますね <laughs>。うん。で、3の視点っていうのが9-1でなくて、えっと、私は一本釣りしたっていうのがわかんないんですよ。3が9-1を避けるっていうのは、2が9-1を <laughs> え釣り位置で上げてたっていうところから、えっと、3番視点っていうのは2を人狼軸で置いたときには、 1> 9、1にはいないなっていう視点を向けてもいいと思うんですけれども、私を1本で見てるっていうのが非常に気になる。理由が薄いなと思いましたね。うん。私、現状気になってるのはやっぱり6、9かな。6はやっぱり今回占いに触れなかったっていう点。で、私への黒塗りが極めて雑だったっていうような点かな。うん。4号は結構白く見てます。4号は白く見てますね。<laughs> うん。 91の発言聞かないと分かりませんが、現状6に入れたいかな。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。いや、6番さんに入れるのはないと思いますわ。わだって。6番さんは5番さん怪しいって言ってうん。村に色付けをこうするように勧めた発言ですよ。そういう発言をしてるところで、まあ怪しまれて。 うん、7番さんを黒塗りしたのかもしれないですけど僕6番さん、うん、1周目でも言ったように6番さんのムーブっていうのは、うん、ある程度こう黒塗りされるのを恐れない村側だと思うんですけどね。うん、となるとやっぱり7番さんもちょっと怪しいんですけど。 うん、僕が考えるにえー、っと13か13ローか29ローとかじゃないですか僕1周目の、うん、ところでもう言った通り4567ってそんなに黒くないんですよね。多分後半にえー、っと黒がなんて言うの固まってたんじゃないかなと考えてます。 うん、ど,どうですそういう進行でいかないですか ?4567 村で、うん、91とかの精査で、まあ、今日91ランとかでいいんじゃないですかね、えー、占い師は2番さんが死んかな分かんないけど9番のプレイヤーは発言してくださいはい、まあ、とりあえず占い師は今のところ振動で見ているかな で、あんまりよくわかんないけど、俺、正直言っちゃう、こんなこと言ったら悪いかもしれないけど、この8番さんっていう絶好の s g 一を3番さんがわざわざ確証にする必要があるのかなと思ってるから、若干俺は3の方が新目。うん。これ別にディスってるわけじゃないからね、8番さんのこと。で、えっ、ー、とね、黒いのは、えっ、ー、と、5と7かな。うん。まあ、4もちょっと臭い。 えっと、理由なんだけど、まずね、4番さん、便乗が黒いって言ってるんだけど、一周目で便乗したことなんか俺、しょうがないと思う。ぶっちゃけそれっていうのは色落ちしないが、俺はマットだと思う。便乗が黒いっていうのは俺はもうね、なんていうのね、人狼の中でも、それは通用しないと思ってるから、4が黒いし、4、その意見で一を黒く見るんであれば、5番さんと4番さんに便乗してね、じゃあ4番さん目線5番さんも黒くなりましたね。便乗したからね。黒くなったでしょ、5番さんも。 ってことじゃない。<laughs> 便乗が黒いっていうのは俺、それは、うん、意味がよくわからない。特に色落ちないだと思うけどね、真っ当は。うん。で、5番さんも便乗して1を釣り落ちてるの意味わかんないから、5が黒い、サイクロ。で、7番さん黒いと思ったのは、えっ、ー、と、6級の私への殴,殴り方が雑って言ってるんだけど、その理由も言わないで僕たちに平等向けてるあなたの方が雑いです。うん。9の怪しい理由なんですかえー、理由が雑かった。どこが雑かったんですかうん。いや、あなたの方が雑いんですけど。 6級、えー、私に不当な雑な殴りをしてきたってったどこが雑かったんですかね ?7 番さんに。それで6級を叩き返しして、黒塗りを雑にしてる方が僕は雑だと思う。それのセってルう感じ,のう感じだから五七が今のところ黒いと思ってる。一は色をつなる。か<ら>4は若干やしめ。占いは三の方が真の。6とはかなり目線があったので白いかなって感じ。っていう感じかな。今のところ5番さんで考えてる。以上。1番のプレイヤーは、 発言してくださいえっと4番さんのこと多分白だと思うので4番さんに言いますねえっ、ー、とね今の8番さんの発言聞いてどう思いました8番さんっていうのは4567を村に置いて1級の精査でいいこういうふうに言ったんですよね1級の精査のみっていうのはまずありえないですなぜなら2番さんっていうのは8を怪しいんだ9が怪しい白が出てる8を怪しいんだ9が怪しいそこに便乗した1がさらに怪しい そして対抗の3番さんっていうのはその9一を白く言ったんですよ。わかりますかね ?2-3 のおそらく人狼と占いでしょう。多分ね、歴史的に。人狼と占いが9一を白い、黒い、こう言ってるんですよ。そこで一色単に1級の精査だけでいいといった8番さんのことと思いますか ?2 番さんが8に白が出てるから怪しいと言ったんですけど、8番さんの発言は明らかに怪しいものでしたよ。 2番さん視点8が白に出てるなら8番さんの強目すら追わなきゃいけないぐらいおかしかったと思います。ほぼほぼ精査がなかった。そして2周目のあの発言ですよね。私は8番さん人外も全然あると思ってますよ、うん。6番さんっていうのは、6番さんっていうのは初日の召集で一番最初に色つけてくれたんですよ。5が怪しい。うん、2周目、2周目は5、白、7、7、黒。こういったあたりの発言でした。6番さんは場をちゃんと動かしてくれてます。でそこを白く言った9番さんは白い。 はい、ちゃんと理由ありますよ。そうなると4、5、7なんですが、4番さんはやっぱり白いと思ってますね。初日の、えー、進行論しかり。そうなると残りは5、7。占い師は圧倒的に3番さんの方が白ですね。真ですね。真だと思ってる。うん、8, が8はどう考えても怪しいですよ。2番さんどう思いますかさっきの8番さんの発言。怪しくないと思いますか 2番3ん目線8番さんの色が見えているからそうおっしゃりたい気持ちも分かりますが、明らかに叩くのが無駄だと思いますよ。どう思いますか、2番さん 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいうん。俺は今日絶対1か9に行きたいね。その理由は明日、例の一人になった時に占い決め打ちだよね、えー。9と1って俺のこと偽で見てるんでしょう、えー。必ず2票入るよね、俺に。 俺が釣られちゃまずいんだよね。初日村釣られて俺が釣られたら負けだからね。そういう意味でも絶対91釣りたい。あと、8番さんに白が出てることからそこに、まず9が8釣りをし、1が便乗して8釣りをし。このかなり便乗は1番さんかなり黒いよ。で、1番さんのまずヤクスかしもあったんだよね。 役職ケアでしっかり釣りをしましょうって言ったことから一番さんの役がないのを透かしたのもあった。これは強靭アピールの可能性もすごくある。で、八番さん、強靭もあるよねっていう発言が強靭アピールの可能性も十分ある。で、俺のこと死んで見てるから、三、えー、のこと死んで見てるっていう可能性もあるから、便乗も踏まえ役職ないのも透か,かしたし、 3を死んで見てるのが今日浴びだと思ってるから今日は俺1一本釣りでいいかなって現状持ってる。で、グレーで白いのは3番さんが7釣りをしてることから7はもう白角なんでしょう。現状4と5が俺のことを新目で見てるっていうのが若干釣り寄りにはなるんだけど明日3釣りをさなかったらもう結構狼はあると思ってるかな。 あの話が変わってるんでね今日は1一本釣りでいきましょう3番のプレイヤーは発言してくださいサイクロン7あの7番さんあのまだ僕1周目の段階なんですけど釣りをしたのその後に4番さんと5番さんも2番さんの相方位置ヒット位置にあり得るって言ったんですけどね一本指定はしてませんよ7番さん次に4号も行ったんですけど であと役職ケアも何もしてないえ <laughs> じゃあ7番さん西の段階で僕に釣り落ちたんだから役あるなら出ればよかったじゃないですか出てないってことは役ないってことでしょうここ推奨だから別出てもよかったんですよ自己防衛感が半端なくないですか7番さんはで8番さんのことふわふわしててそこ9番さんがつっついたところはよかったっつったんですよ 2番さんはつっついてなくて僕はつっつきましたけどねそれでも2番さんと3番さんなら僕の方に攻めてみるんですが7番さんは圧倒的黒いと思ってますよ<ー>4号に関してはあーまあ赤順の問題でもありますが4番さんは僕に,僕に占われてもいいっていう最初のその4番さんは2番さんの方を真んでみるっていう発言が出たことから4番さんは若干白目いや4号に関してはまあ若干4の方が、まあ、白目って感じかな5番さんに関してはまだ 微妙。今回は圧倒的に7を釣りをします。多分役も何もないでしょうって。僕、オオカミだと思ってますよ、普通に。あの自己防衛感とね。例の CO ですかな <laughs> んで出なかったんですかね、7番さんは <laughs>。あー。で、レローラーでいきましょう。僕は7でいきますよ、絶対 <laughs>。 9の方が白いと思ってるんで7と9比べてどっちが黒いですか僕は7に行きますよ7つめます投票を始めてくださいうーん <laughs> あありえんオらじゃないべなんか7つり押しの理由が薄いような気がするけどな9番 のプレイヤーが選ばれました9番のプレイヤーは発言してくださいうんいやいや、明らかに連れ逃れだろう、7番うん、狂人か狼か知らないけど <laughs> いやいや、俺なんかさ、2番にしか次位置上げられてないのにさここで対抗しようする必要なんかないだろう、わざわざ連れに行って <laughs> なんかもうだるいんでもうすぐ家のやめますめんどくさい夜が来ました目を閉じてくださいいやペンタンクルーさん切れたな、はい、すいません出ちゃいましたしい,いやいやいいよどうしす,すか手紙す,するか大坂さんが残れない決め無理かな 結構次つられそうですけどね、普通に。<laughs> いや、これ、まあ、勝てないわ。っ厳しいですね、うん。いいよ、もうに、二回目でちょっと負けてもいいよ、全然。わかりました。頑張ってみます。いや、ちょっと無理やわ。 ちょっとなんかゴースティングも疑ってきちゃうからあれは昨夜死んだのは二番いや七一本指定がちょっと怪しすぎるさすが三番のプレイヤーは発言してください苦味？強 <laughs> 人？ なるほど。まあ、今回多分僕釣られるでしょう。その代わり、あ、じゃあ、こうしましょう。今回僕、あー、レールを完遂してください。7、あ、占い機会言ってきますね。5白ね。で、今回7釣ってください。ローラー完遂して。で、次僕釣ってください。それでいいですかもう5占った理由は、もうあれ言った通りです。4が若干白くて5が、んーって感じ。 6と1はまあ、最初言った通りり、村マークつけてたんで。はあ。<laughs> 苦みがよくわかんないですね。4番。のプレイヤーは、いやー、どうしよっかな。いやー、どうしよっかな。すげーな、迷ってる。<も>いやー、強人が3残そうって言うやろうな。3つっ って色見たいんだけどそうしたら23の占い審議確定するでしょあーでもそっか7が死んじゃねえ可能性もあんのかうん悩むなこれ。9四ろってことは7番3目線9が強人確定でで3番3も3番3目線っていうのは苦みで。 2を強靭っつったんだよね、今ね。じゃあ9番さん白だけど何 ?3 番さん。レのアーマーそこが3番さんの偽要素かなと思ってる。2番の地紙を追うしかありえないんだよ。7が9に白出してるから。これがもし、7、人外で9白打ってれば2今日もワンチャンあるかもしれないけど、3番さん目線ね。27で繋がってて、 えーと9が心、えー、霊ので7が9に白打ってるから2が強だったらあるんだけど7神で置いた場合っていうのは2強は絶対ないんで9白出てるからうーんと大阪さんって3番さん釣れるのかな7番さんは3番さん釣り寄せるのかなそれに対してラインがすっきりするんじゃねえかなとは思っているんだがで3が5に白ね いやいやここの場面でじがみは追えないでしょだから俺はやっぱり2番が真だと思っているから今日は俺3番入れたいと思ってる5番のプレイヤーは発言してくださいうん普通に問答無用でんで3番さんさ黒結果明日見しって7番真の可能性結構あるからね例の,か例の内訳が心境だったら。 俺に指導出すことによって俺に名は持ってきたかったんだろうねおそらくだから俺のなって指導っていう結果出したんでしょうん人道さん普通にねまあ狩人にちょっと申し訳ないけどねここでたくまさん守らないのはましてナンセンスだなうんじゃあ2番さんが真に見えた理由はっきり言おうか2番さんの初日の1巡目の発言で俺で真確定したらって発言してんだよねはっきりとうんそれ人外だったら多分出てこないと思うよ だからめちゃくちゃ真に見えてた。うん。で、3番が8番に白出して、うん、白角つく動画、俺は絶対3の方が偽だと思ったよ。うん。で、とりあえず3をする、絶対に。うん。で、虹次神を追っていない。だから普通にたくまさん噛まれた。うん。3番が占い信用対決で勝てないと諦めても、もななもたくまさん噛むしかないと諦めた狼だと思っている。で、グレーだったらぶっちぎって4番が白い。 うん。はっきり言って、人道だと思ってるから、3番のこと。3番のこと叩いてるからね、初日から。うん、ちゃんとね。で、8番が、えー、っと、白角だから、7番の内訳が真か今日。まあ、心境どっちかだよ、普通に考えて。どう考えてもね。うん。だから、一族どっちかなんだよね。一族どっちかあったらどっちなんだろうね。うん。わかんないな。うん。 一番の方が怪しいんだけどね。なんでかっていうと、タクマさんにめちゃくちゃ怪しまれてたから。まあ、分かんない、それは。でも、どうだろうな。タクマさんすり寄ってるって可能性もあって、俺らは占ったかもしんないけど、そこは知らないけど、とりあえず今日、問答無用でさん。うん、以上。僕、生強人やと思ってるけどね。 ま普通に3番さんのラインみたいに三3番さん残したいんですけどねこれ3六で見られたらめっちゃ嫌なんですけど今日かこれうんいやマジで全然分かんなくなった3番さんって3番さんはどこ7をめちゃくちゃ釣りをしてたんだよね 今日それ以外のグレーに触れてないんだよね三<れ>番さんってあんまりうん3残したいんだけど普通にさ例の先じゃないうんいやマジで分かんなくなった三番さんが5にしろ5。こうこう 一ああ番どういう反応するんやろうなこれううんごめんお手上げだわからん本当わからん7番 のプレイヤーは発言してください <laughs> はい発言しますねえっと私目線9は強人で23は真狼で出てるっていうような視点になりますで2番が地上するメリットがないことから2が真、えー、3がローっていうような形になりますんで今日は3釣り以外は飲めませんで4号については3をきちんと釣りをしてるところから極めて白く見てます で、6の視点がかなりブレたなっていうような感じですね。3を残したいっていうような発言が全くもって意味がわからない。なので、私視点っていうのは3666が普通に見えています。<laughs> うん。で、苦味をするっていうようなところからすると、えー、っとですね、私視点っていうのは最初1がろうかなっていう感じはしたんですよ。理由としては2番って1、えー、を相当疑ってましたよね。おそらく1っていうのは占い1になろうっていうようなところからして、 えっと2を噛んだっていうところで3 1ロ6なのかなっていうような感じの視点も持ちましたがうん今の6の発言が非常に謎ですねうんまあ迷ってる普通に単純な村かなっていうようなところもありますが <laughs> うん3の相方としての6っていうのは妥当かなっていうのもありますしまあこのあと1の発言聞かないと何とも言えないですけどうん 2番を噛むっていう理由の、えー、高いのは1番かなとは思いますけど、うん、なので私目線というのは3 6ロ6か3 1ロ6で追ってますね。うん、今日は3釣り以外ないと思いますよ。<laughs> それは4番5番の言った通りですね、うん。6が3に行かないっていう理由がちょっと正直わかりかねますが <laughs>、とりあえず今日は3に入れます。 あとまあ私もしかしたらそのまま噛まれるかもしれませんが、えー、今日は3に投票します色は普通に、まあ、黒でしょうね8番のプレイヤーは発言してくださいいや6番さん釣りはないですって1周目も言いましたけど1周目1日目もえっと僕の考察が全て当たってます、えー、2番さんが真の13669狂人これです うん、まあなので今日は3番さん行くんですけど、うん、6番さんは違うと思いますよ、うん、13じゃないですかはいまああのうん以上です今日3番さんいきます1番のプレイヤーは発言してください3ずりはないです なんでそんな3ずりを押すんですかうん全然わからない3番3目線の黒って決まってないんですよでなんで7を残すんですか例の2人いて22番目ですね結局22番目で例のが1人落ちて占いが1人落ちただったら例のを落として次の3番3がどこに黒を打つのかあるいは白を打つのかそれを見るべきでしょう先に3を打つるのは材料を減らしていくだけのことです はい、で、9番さんに投票したのは正直もうずっと消せないです。9番さんって釣り1じゃなかったですよね、9番さんがおっしゃった通り。釣り1って多分ですけど、あのまま票集まるのは、7番さん、私、5番さん、多分このあたりだったでしょう。9番さんって全く白かったですよ。むしろ9番さんのこと真っ黒って言ってた人いますか、2番さんぐらいでしたよね。 あそこへ9番さんが偽だったら出てきませんって、どの発言をとって7番さんをシンと取ってるんですか全然わからない。そんな占い、だって7番さんだって、7番さんの視点だったらグレーズ量すべきですよ。3番さんじゃなくて。1、3、6、9か。7番さん視点って9番が狂人なんですね。9番狂人なんですね。2番さんが例えば地上とかして、3番3視点があるんじゃないですか。普通にグレーズ量すべきじゃないんですかね。 1で、1, 3か1、6で見てるんでしょだったら私が6番さんの押すとかはないんですかねなんで問答読んで3番さんなんだろう誰も3番さんの真偽ってついてないですよ。3番さん視点の黒っていうのを絶対に見つけるべきです。今日は7番さん9番さん圧倒的に真だと思っています。 理由は割愛します9番さんのことはずっと最初にてる9番さんが出る意味はない投票を始めてくださいこれ1強の可能性もあるんかないやわかんねえなこれ3番のプレイヤーが選ばれました これどこかもやろ、大坂さん。3番。27で折ってたんですよ。でも2が地上して79でローラーされるかもしれないのに。ってなったら7狼違うってなるんですよね。ってなったら7番の強人要素見つかってないんですよ。どっちかといえば多分。 9番が出てロラに持ち込む。二の字紙を追う場合、1の相方、一応相方はほぼほぼないと思ってるんですよね。ってなると46なんですけど、投票結果見る感じやと4になるんですよね。 でもその4番差のその9が白出てたってことを言ってたんですけどそれももうその通りなんですそれ僕が間違えてたんで考察が間違えてたんですかねこれと9が出て1を助けた13と見て9が出てローラーに持ち込んだ7が真 うん。って <laughs> なると4番なんですけども多分相方。9強の 24? いや申し訳ない。真なんですけど。4かなと思って僕4に入れましたもん最後の意思表示として。7真9強な気がします。 夜が来ました目を閉じてくださいおおマジか。 さんやるなかまないかえー、狩り誰やろ八は六人狼とみて。 ミスリードしてる狩りかなわざと朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした一番のプレイヤーは発言してください<ん>サンクロ <laughs> 4番さんが狩人1日目3守り2日目7守りマジでうーん7番3強人なんじゃないですかこれ7強人の2次神どっちだでも27がやっぱり偽だと思うんですよねどう考えても気を白かったですよ いや、3に投票するの意味が分かんないですけど、マジで<れ>3が2せだとしても、明日釣ればいいじゃないですか。昨日7釣って、で、今日、今日三の結果聞いて3釣って、で、その次の日でいいんじゃないですか。それで二陣街釣れてるから確実に PP 来ないでしょう。<laughs> 自分は7釣ります。はい7守れてるかどうかも分からないですしね。 紙なしも全然ありますし。うん。まあ、られるやろな。の締めってそこまでありますか ?1 つられて4かまれて6が共存し使用するんじゃないかな。3番さんの発言の最後も最後の最後に7番さんがしよう。ですよ。でそこで慌てて9番さんが対抗でポンと出た。どう考えても急進でしょう。 と思いますよけど一応神が7かま,まないよな釣りに持ってくからどこだ手紙して得すのそこまで多うかなみんな最後8か、うん、6白いから5しかないかな、まあ、今日は7釣ります絶対4番のプレイヤーは21だ,だったら5は黒になりません一番さんあと2番さんが自分が見た場合3黒出てるんでゲーム終了です一番さん いろいろと盤面破綻を起こしております。で、私、カリウド、えー、っとね、タクマさんすいませんでした。芯を追ってたんだけど、3番さん守っちゃったんで。いや、もう本当にこれはタクマさんに申し訳なくて、俺がもう必死に、もう7番さんが3番さんを釣りをしたことから、俺は芯決め打ちました。7番さん7番さんがもし強人であれば、3番、2、3の真偽は絶対つかないはずなんで、あっあの場面で3行きますって絶対言いません。7番さん強人であれば。それが7番さんの新要素。 で、俺が、えー、と変態声しちゃってて、7番さん守れてるんで、7番さんで絶対グッジョブ出るって俺は確信ありました。なんで7番さん守ったら見事グッジョブ。3の黒を見せたくなかったんですよね、1番さんだいぶすっきりしたんじゃないかな。で、6が相当迷ってたな。俺は村人として迷ってたと見て、俺は今日1番入れて勝ちたいと思った。もあるんか8しろ5も白いと思ったよ。3強の7五ローはないでしょう。 追えないよ今強はないよな。と思ってるんだけど。6か8が今日だな。1>, 1番がかなり盤面破綻を起こしたことから1番の偽確定だと思ってるから、俺は今日1番に入れて勝ちたいと思ってます。もし5、6、7あたりにまだ二人路1強人とか、一人路1強人いるんだったら、まあ正直、まあ、俺が。 2番さんたくまさん守んなかったのか先般かなと思ってる今日1番入れます勝てる自信は結構ある5番のプレイヤーは発言してくださいうん4番の言う通り俺も勝てる自信普通にあるっすよまず4番さんがちょっと懸念していた3番今日7番人道だけどないと思ってるその場合かみなしかまなかったっていう選択肢を取ったってことだから7番さんがね だって守りななんでででししょ。ないでしょ、いいい普通どっかかでしょ。どこでもいいよ。はっきり言って。うん、1> で1番にこれだけは言っとくわ3なんて気のつまなくていいでしょ今日すればいいじゃんって言ってるけど俺は絶対3番釣りだったなんでかっていうと3番の占い結果なんてそもそもいらない、うん、人外の占い結果なんて聞きたくない黒,け黒囲いだって十分あるわけだしうん。 普通に3番さんはもう信用対決勝てないって諦めて速攻で拓馬さん神に来た人道だと思ってるよ。レオン君はね、本当に接待に。うん。で、俺7番さん、新鬼め打ちでもいいかなって思ってる。っていうのもね、9番さんの、ね、発言がおかしくて、そもそも初日からのね、うん。これは俺がの殴られたから殴り返してるわけではなくて、 9番さんって便乗したから5も怪しいでしょだったらって言ってるけど俺便乗したまあ確かに意見は一致していたけどちゃんと理由言ってるはずなんだよね。拓真さんと4番さん以外の理由を1番のこと怪しいんだ理由を。うん。1番さん目線で4番が白く見えたんだったら俺も共感しそうなんじゃないって俺ちゃんと理由言ったはずなんだけどね。っていうところとそれより何よりもう拓さんの方のシーンをなんか3番の方をシーンで追ってたからもういらんって思った329番。 俺絶対2番が死んだと思ったからうんだから2人で一つって終わりでしょこれうんいやーこれ5つって勝ち、うん、だよねこれ六番さんじゃないでしょ一番だよね普通にいやーけどにてて人狼のうまい結果聞く必要ないよ角囲いどがだってあるんだしいらんいいでしょう6番のプレイヤーは発言,発言してください <laughs> 1>, まあ1番さんだと思ってますよ、正直。もう今日、今日はね、別に7に、あの、行く意味ないと思って、ただ7は偽だと思って、今日ミスったら負け九9番残り方、シだったと思うけどね。8強か、これ。えっとね、5番さんに関しては、えっとね、 一番最初の殴り返しで、9、6、行人なんじゃないかと言ってたのがね、これ8が今日、ねんん。で、一番さんに関しては、えっ、ー、とね、いやいつも昨日、七から行って次三行くっていうのが普通だったと思うけど、ね、一番さん人狼やと思ってるけど、昨日一番さんの思考が普通の思考だからね、 順番おかしかったよ。7からいっての3だからね、普通に考えて。うん、ちょっとおかしい人たちやなって思ってたよ。1かなぁ。5番さんのね、初週のあの殴り返しの感じはね、村なんじゃないかなって思ってる。うん。5、5。こ うん分かんないなでも正直どっちも村のようにも見えるんだよな分からん7番のプレイヤーは発言してください,ださい,いはい発言しますね私視点っていうのは、えー、もう16で見てるんですよなのであのー、まあ今日1いきたいというふうに普通に思ってますね 1> で,1で終わらなければラストオルフは6かなっていうような感じですけど、まあ、6が1行きたいっていうので結構悩んでたような感じもあるんでね、うん、1かなと。1は明らかに盤面破綻してるのと、昨日についても、例のにおそらく縄を使いたかった狼だなっていうふうに普通に思ってます。1番についてはね。で、今回明らかに視点がおかしい。2の地紙を覆うっていう視点って全くもっておかしいと思うんですよね。<laughs> うん、2が地紙するメリットっていうのが全く持ってないんですよ。 なので、そこの視点を追ってる1っていうのは極めておかしくて、盤面破綻が過ぎるなっていうふうに思ってますね。今日は1つって、おそらく終わるかなっていうふうに思ってます。<laughs> うん。6がなんかふわふわしてるのはちょっと気になりますけど、まあ6は今日1行くっていうような発言してるんで、うん。まあ村なのかなっていうような感じはしてます。まあ4番さんカリーなんですね。で5番さんは圧倒的に <laughs> 村かなっていうふうに今回の発言でも思ってますんで。 うん、今日は1釣りですね。1の視点が明らかにおかしい。<laughs> うん、これ8つになるかな。そうですね、8トンな、6、うん、10、6、1まあ、それ以外言うことは基本的にないですね。まあ、おそらく私を神に来たのかもしれませんが <laughs>、それでも私を釣ろうとしている一番というのはやっぱり気になりますね。<laughs> うん まあ二噛だのもおそらく一が占い一だったからっていうのもやっぱり私は思ってますんで、えー、今日は一に行きます。以上です。八番。のプレイヤーは発言してください。まあ六番さんが狩人だと勝手に思ってましたね。まあ今日は一 <laughs> 番先行くんですけど。うん、まあ一つ文句があるとすれば。あのう。隠しろの僕を守られてないっていうのは <laughs> 四番さんに対して文句言いたいところですえー1番さんいきます投票を始めてくださいこれ狂人絶対いるよね霊能潜伏ないやろさすがにベンタクルーサーシーンやな1番のプレイヤーが選ばれました 1番のプレイヤーは発言してください。3が5のああ8番だよね、うん。あのね、3の白先が5なのをすっ飛ばした発言をしたのは謝ります。のは謝ります。はい、落ち着いて謝ります。でもね。ここで7を釣らないっていうのはありえないですよ。はい、人狼殺っていうゲームは神なしもすごい強いです。神なしすごい強いです。 はい。教授しようね。みんなしてください。みんなして。みんなして。5も6もして。5も6もして。はい。5も6も教授使しようして。全員でするんだ。全員でするんだ。私は教授じゃないから。もう、マジで。どう考えても7を釣ってから3でしょ。どこをどう見てんの ?4 番さんの進行論良かったから4番さんに言うわ。 4番さん、思考ロックしないって言ってた。よね思考ロックしない。いで、自分、えー、っと、2点3点してもいいって。で,でも4番さんってずーっと2番のことを新名で見てて、3を2戦目で見て、1 9にいる、こんな感じの発言でしたよね。ロックしてます。4番さん、ロックしないように。いいですか ?4 番さん、ロックしないように。ね。で、9番さんが、9番さんが強靭だとしたら、あそこでわざわざ出ますあんな寸でのところで。 あんなすんでのところで。<laughs> 正直ね、4、5、8がずーっと二押しにしました。ありと怖かったです。うん、なんでや、そこまでは追ってなかったけど。手か少なくとも7人での何。おばあ、ね、さん、三が二世だから二世の占い結果聞く必要ないって何ですかどこでどうわかったんですか も知らん夜が一番いや一番さんが一番当たってたもんな四4日四神だよね このかなしが強かったわ朝ぐやししたのは 4番のプレイヤーは発言してください,ださい、うん。まず4番と8番に言っとくけど、その強しよう意味ないよ、多分はっきり言ってね。普通に考えたら占いの内訳が振動で、霊能の内訳が心境だよ。うん。で、俺は7番、神決め打つしかないから、もう6番で終わり。はっきり言ってね。うん。で、1番さん、マジで村で言ってんの ?1 番さん、村だと分かったから言うけど。 うん。だって、占いの内訳って普通どう考えても、神道で、拓馬さんの地紙を追わなきゃ3番のレオンくんなんて絶対偽じゃん。うん。なんで3番の偽そこまで決め打てるって偽だもん、どう考えても。うん。占いの内訳が新教で、レオの内訳が神道ってないでしょう。それでだって、えうん。 7番さん人道はないよね。ないよ。だって7番グッジョブ出てるんだから7番さん噛まないなんて選択肢取らないでしょ。8番噛めばいいよ、別に。うん、そこでグッジョブだったらしょうがないって思えるけど。うん。だから普通に6番で終わり。うん。はっきり言ってね。うん。まあ1 6、一と六両方とも、うん。さんずり拒否したから、ちょっとよくわかんねえなって思ったんだよね。 で8番はもしかして俺の方が怪しんでんのかなうん。いや、マジで俺じゃないんだけどね、本当に。で、絶対、くまさんが死んで、レオン君は人道だと思ってる。これは間違いないと思ってる。いや、っていうか、7番も死んで、9番、狂人でしょ、これ。だから、6が人道だよ、普通に。うん。まずこれだもん。うん。普通に考えれば。うん。だから、6に入れる、普通にね。で、8は普通な無駄だと思ってる。絶対、狂人じゃないと思ってる。9が狂人だと思う。 6番のプレイヤーは発言してください。1000とくとマジで5番さんやばいと思ってるよあのね、新郎新郎っていうのはかなりレアケースでグレーから8が強人使用してるでしょ。これ7が黒だからだよ。わかるだから昨日、1番さんがみんな強人使用してて言ったけど意味ないんだよ。わかるかな 5番さん言ってること分かる ?8 が強靭使用したってことは、新郎新郎なんてレアケースで8が強靭使用したってことは7が黒なんで分かるかなグレーから普通強靭使用して強靭語りしようっていう思考は起こんない。だから8が強靭なんだよ。そしたら7が黒でしょ、これ。できのう4、5番さんはね、2日目でね、 7から行かずに3に行ってね。初日も明らかに釣り逃れの7番3に行かずに9に投票してね。で、今も8が強人しようしたにもかかわらず6黒だと思ってるんだ。やばい。ほんまにやばいと思う。8がグレー,グレーで強人語りしようっていう思考は起こんないから普通。だから8が強人7が黒なの、これ。 まあ6次投票しますよ5。5も6に入れてください。わかるわかる ?22 盤面でグレーから強靭指標したってことは8が強靭なの。うん、5番さんがその結構沼ってる思考から考えて5番さん村で8が強靭で7黒でしょ、これ。わかるもう一回言うけど22盤面で強靭語りしようっていう思考は起こんないから。 だから八が狂人、七が黒。分かった、五番さん。六は自分投票します。七番のプレイヤーは発言してください。まあ、さいはい、発言します。一番さん白でした。で、進んで六番さん黒確定ですね。私目線。うん、五も白く見てますからね。<laughs> うん、まあ六番さんの理論は結構無理かな、無理があるかなっていうような感じですね。<laughs> うん。 8番さん視点というのは普通に、えー、村であって、で、新郎新郎の可能性もあるかもしれないっていうので、えー、普通に強靭使用したっていうような形もあり得ますからね。<laughs> うん。で、5番さんの視点がかなりやっぱり村だと思いますよ、普通に。<laughs> うん。で、普通に私、新規巡っていただいて大丈夫です。えー、強靭じゃないんでね、6番さん申し訳ないですけど。<laughs> 私は新ですんで、今日は6番投票します。<laughs> うん、あと言うことあるかな。 そうですね。あとはまあ8番さんが、えーと、おそらく単純に村だとは思いますけども、<laughs> 6番に投票していただければ普通に終わりますんでね。うん。ラストオルフは6でしたね。まあ、1、6やっぱりちょっと変でしたからね。まあ1番さんには申し訳ないですね。1番さん村だったんですね。<laughs> うん。ですんで、今日は6投票で、えー、終わりです。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。 えと僕の強靭アピールをしますまず1周目の、えー、段階で4五6七ときた段階で強めのある人はいなかったという発言を残してます。でえっ、ー、とまあ二三本当三3番さんが僕にこう白重ねてきたところ、まあ、びっくりしましたけどうんうんなんだろうね。 よく二番さんをこう自がみしたなと多分僕の共鳴を追わなかった二番さんは自分が怪しまれると思って自がみしたんかなっていう印象ですね三番さんはしっかり九一番さんと一緒に僕の共鳴怪しめっていうところを残してたんでうん まあ2番さんが1番さんをしてるから1番さんないかなと3番さんは91をしてたんで3番さんローだったら91ローどっちかあるんかなとも考えましたけどまあ9番さんのうんとその何ですかえ使用するタイミングとえ7番さんが6番さんを怪しんでるのがめちゃくちゃ怪しくて どっちかっていうとやっぱり9番さんが偽だなと偽じゃない死んだなと感じて9番さんに入れましたえー、っとまあ6番さん狩人だと思ってたんで6番さん投票します強人でした投票を始めてくださいうん6強かと思ったけど8強か。 6番のプレイヤーが選ばれました6番のプレイヤーは発言してくださいくださいまあ5番さんのね今後のために言っとくとあのー、グレー22番面っていうのは普通 普通の人の思考だったら、グレーに強人がいるなんて思わないんだよね。だから、グレーから強人語りする人が現れるってことは、7が黒なわけね。で、今回普通に勝てた試合で、初日の投票で、あのー、7番さんが、えっ、ー、とー、7番さんが釣り逃れ、9番さんが、えっ、ー、とー、出てきて釣り逃れ。<laughs> どういうことあでも5番 弱いよだってねあの初日のだって5番さんね8が強人って出てきても7が黒っていうの分からんかったわけやろそれはね普通ね分かる普通は分かるこれはで9番さん初日にあの釣っちゃったこととあと2日目の占い神が起こった場面は絶対霊能から行って次占いから行くっていうのが 絶対的なセオリーなんだよ。だから、一番さんのー、7から行くっていうのは、すごい理がかなってるんだよね。だから、その2つをしっかりやっとけば勝てた試合いなわけ。初日の霊能審議ミスったとしても、まあ、7から行って、<laughs> まあね、まあ別に人外の意見はね聞きたくない。 うんただその2つはしっかりあの安定進行を取っていけば勝てた試合を申し訳ねえなでも書いてくとグレーから強靭しよで出たってことはなんか暗いからはい以上です夜が来ました目を閉じてください やってくれたね大阪さん。 朝が来ましたい昨夜死んだのは5番ゲーム終了人狼の勝ちです。 人道殺のライブ配信毎日やってますチャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね